かだ。あ、ここが防御旅館だな。絶雲の間に比べて仙人の気配が感じられないけど、本当にいるのか？探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うぞ。だって台所にいるとは思えないからな。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。禁忌滅却の札？そうか、準備を整えては来たんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千ここを去れ、お前たちのために言っているんだ。できるか旅館の女将に聞いてみるか。あら、もう師匠様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから。きっと気あの態度で機嫌がいいのか？そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。お上は物知りだな。お上じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って将様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご褒野者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。
それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ。わお、新しい料理だな。食べてみたい。でも仙人への贈り物で攻めすぎるのもどうかと思うぞ。ここは満足サラダにしておこう。